はい、まあ、とりあえずねガチャしていきましょう。ガチャしようぜ。で、あのみんな、あのラインハルトはあんだけしか出てこないの。え、あ、これから出番がね。あ、小説の方ではかなり、何、まあ、かなり活躍、まあ、まあ、でもだって、まあ、あれでしょ、フェルトのナイトなわけだもんね。あ、そう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 、まあまあ、そういう方向で出るんじゃないかな。なるほど、ね、はい、わかりました。はい、ということで、ね、一応天井が150連なのよ。150、おお、はいはいはい、まあ、何連するつもりなの。150連はします。あ、するの。うん、毎回そう。お、え、今日こそはガチャ運かって言ってるけど、そうね。渡る的には誰が一番なの。レムなの、やっぱり推し。いや、この作品はしょうがないよ、レムで。あのさ、途中のあのさ、運営のレム推しは何なの。いや、別に運営がレムを推してるわけじゃない。突然の作品がレムを推してる。突然のさ、あの作者のレム推し何なの。あの途中のなんかエミリアさんどこ行ったみたいなさ。え、エミーなんとかさん、エミーなエミーなんとかさん、途中のさ、もうわけのわからん。うん、まあいいや。そうだね、ベアトリスは違うの。ベアトリス悪くはないけどまだね、そんなに目立ってないからね。いいね、いいね、幸先いいよ。え、幸先いい。俺遅れてんのかな、これ。あ、多分だいぶ遅れ、30秒ぐらい遅れあるよ。あ、そんなに違うんだ。あ、え、あ、エミリアいきなりゲットしたかも俺。え、そんな、はい、エミリアさん、そんな終わりじゃん配信。はい、エミリアさんです。配信終わりか。はい、エミリアでーす。これはフェルトかな。え、いいの、そんなんで。誰もそんな、誰もそんなさ、素直に当たってる姿見たくないでしょ。いいんだよ。え、エミリア引いてやがる。このフェリスちゃんはあれなの。うん、フェリスちゃんは違うの。渡る的には違うの。いや、違うんだよ。悪くはないんだけどさ、性別の問題。いや、本当に性別の問題は当然あるけど、いや、フィリちゃんはな、あの作品途中でのレムの性格の変わり方は何なの。え、レム、レム一皮むけたんだよ、突然。なの、なんか心取り戻した感。心、まあ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 、それはだってスバル君に救っていただいたからね。あんなに人って変わるもん。あ、変わる、変わるよ。早くレム引けよ。うるせえな。とりあえずフェルトは引きました。はい。あ、フェルト引いた。今フェルト引いたね。あ、あれか、また。相手のラグがね。そうね。今20連が終わりましたね。え、幸先いいんじゃないの。まあでもとりあえずあの星4号は手に入れたって感じです。はいはいはい。はい、30連目。お、いいよ。ちょっと ラグのせいで本当に今どんな画面が見えてんの。今ね、フェルトが当たったばっかぐらい。なるほど。ラ、あ、これラム来ましたわ。ラインハルトかラム来ました。そうやろ。あ、ラムです。あ、ラで出た。ラムですわ。あのね、ラム推しはね結構いる。あ、M のやつらってこと。そうなのかな、 M、 そうなのかもしれないけど。いやいや、ラム推しは M でしょ。どのつく M よりラムなんだよなって。いるでしょ、あれだ。あ、まあまあまあいいや。なんだよ。いや違う、あ、ね、画面共有すればラグねえなと思ったんだけど。ああ、そっか、ちょっと待って、画面共有できんのか。画面共有するとなんか大変なことになりそうだけど。そうそうそう、なんかね、ちょっと怪しいかなって思ったから。ちょっと待って、あ、アプリウィンドウにすればいいんだ。アプリウィンドウで俺のこれすればいいんだ。あ、こうすればいいんだ。そうよ、そういうことよ。言ったよ。そうそうそう、今のクルシュが映ってるでしょ。あ、映ってる、映ってる。はいはいはい、じゃあ行きましょう。はい、行きましょう。40連目ですね。はい、パー、ラム睡眠、いや、それレム睡眠な。
ラム睡眠はちょっと、ラム推しの人はそういうことになるんで。ラム睡眠はちょっとあの寝つき悪そうだけど。え？いや寝つきいいんじゃないの？ずっとバルスって言ってるし。なんか出たの。サはいねえな、ここ。いないね。ラム睡眠か。よいしょ。いや、なんか、アニメ見てたらさ、牽制のじいちゃん出てもいいかなと思ったんだけど。あ、いないの、今回。牽制じゃねえや、なんだっけ。バルヘルムさん。うん、ビルヘルムさん。ビルヘルムさん。ビルヘルム版アストレア。アストレアさん。いや、そう、ラインハルトはいるんだよ。ラインハルトね、超強いんだよ。あ、強いの？もう分かってんだ。ラインハルト超強い。あ、か。か？かもいねえな。なんかすり抜けまくってません？やばいっすね。ちょっと今やばいっすね。まだ今んとこレムとエミリアしか引いてないね。これ50連終わったね。3分の1終わりましたね。いや天井確定で回してんだ。いやもうね、コラボは基本天井確定よ。あ、もうなんかそういう感じなの。そう、天井までいかんとね、全キャラコンパできん。まあね、コンプさせようと思ったらもうそうか、うん。あ、そう。あ、はい、爆死。1回目の爆死だな。お、来たーん。あ、これはね、2枚抜きのやつですね。2枚抜き確定数なんてあるんだ。いや、ないよ。え？俺が言ってるだけだよ。勝手に言ってるだけだよ。俺が勝手に言ってるだけだよ。だけんだよ、ね。ほ？み？ほ、み。いや、全然違うわ。違う、誰でもねえわ。誰でもねえわ。エミリアのミから、これ。いやエミリアのミってことはね、ないでしょうよ。いやー、くっそー、振り抜けまくってんじゃないか。やば、ちょっとこれはやばいな。ちょ、空気悪くなってきた。ベアトとか見たいな。ええ、ベアトが見たいな。引いてやろうじゃねえか。引いてやろうなのよ。雑物まにやめ。引いてやろうじゃないの。ラ、それはやった。ラ、これはラインハルトであることを望む。ラムはやめて。なんでだよ。俺別に押してねえんだけど。ラム押しバレてるんじゃない。いや、押してないわ。そういえば誰押しなの。特にないです。ほうあれ、今だいぶ大丈夫そう。だいぶ戻ったな。今これ戻ったな。戻ったな。よし、再開だ。オッケー、調子いいうちに行こう。よし。いやー、ラムかぶりはきついんだよな。レムは引いときたい。いや、レム引かないと何のためにリゼロコラボ回してんだって感じだもん。いや、エミリアじゃないの。そのメインヒロインのさ、置いてけぼり感何なの、この作品を通して。え、メインヒロイン、え、メインヒロイン活躍してたじゃん、ずっと。ええ、これメインヒロインはレムなの。え、レムだね。あ、リゼロのリってあれ実はレって読むの、あれ。いや、リだね。そこはリだ。あれ、レって読む。レとは読まない。レムとゼロから始める異世界。おーっと、暁が来たよ。お、マジで？さあ、これで2枚抜きしよう。2枚抜き。いやね、あのね、天井が150だから、1体引けないはいいのよ。残り2体引けてないとかがきつくて、ラ、レ、ヘ。あ、そういうこと？レム来ましたね。ベアトリスも来たね。お、できた。お、ライフル。お、俺3枚抜きした。終わった、これ。え？いや、いい、そういうのいい、そういうのいらない。終わった。え、だって俺、エミリー当たって、ラム当たったでしょ。あ、違う、クリシが当たってない。ちょ、いらないって。いいか。え、クリシ当たってない。クリシ当たってない。あれ、クリシ当たったっけ。俺当たってない気がする。クリシは当たってない。レでしょ、これ。だ、レムでしょ。え、
いらないいらないそういうの。なんで。で、ヘイが来てるからベアトリスでしょこれ。ベア子でしょ。あ、マジで。なのよ。カシラだ。なのかしら。マジかよ。いや、これは来たよ。え、撤退していいレベルで俺だって来るしいらないもん、正直。いや、いらないとか言って怒られるけど。いらないの？あんまり。え、コラボキャラ全部引くの？ちょっと待って。あんま好みじゃない。待って。あと40連を残し。うん。おー、あと1体だ。まあ、じゃあ天井まで引くか。これもコンプ確定ですわ。おー、マジか。これコンプ確定ですわ。いや、これは。いいの。これは来たよ。これを。いや、俺いつもね、コラボ弱いのよ。ガチャ。あ、そうなの。すげえ弱いの。え、今回。今回かなり。とんでもない勝ち方したじゃん。とんでもない勝ち方してる。あ、ただ、なんかちげえな。とりあえず天井まで行く気がすんな、これ。天井前でコンプしたことは今まで一度もない。あー、まあ。あれ？とりあえずこれは天井まで俺は引かなきゃいけないらしい。あー、とりあえず、うん、ちなみに、このゲーム、かぶりは？かぶりはね、あのなんか、あの交換アイテムにあれされる。あー、まあ。そう多少無駄にはならない。あとなんか能力上げの数値に変わる。限界突破的なやつがある。あー。なるほどね。無駄にはならん。いや、まあ、まあ、わそう。はわそう。全然違うキャラも出てるな。唐突に調子悪くなるやつ。いや、ただね、あの、コラボキャラってね、星4号もめちゃくちゃ強いのよ。だから星4号を被らせておくって結構大事だから。やっぱりね、コラボは回し得だって。そう。だから今回ね、その文字が両方とも負なんだよね。うん。あ、そうな、そう、思った。フェルトとフェリスだから。はい、天井です。はーい。はーい、天井です。いや、まあ、ね、全然いいでしょ。まあ。これで、クルシをコン、交換して、はい、コンプ。いやー、なんか、無事に終わっちゃったな。あ、もう、さらりとね。さらりと。梅酒ですよ。さらりとした。なんかね、ユリウスに行かないといけないらしいから、今からちょっとユリウスに行こうかな。